や、違う。ストームだ。ストームが、やってくる。なんだ？船酔いか？きちんと目をかっぴらいて、意識を保て！この金魚のふんだもめ！ただいま正午12時、アップル号から送るラジオロックンロールに招かざる乗客がやってきた。この大海賊レグルス様が、ここ数日に及ぶあんたらのストーカー行為に対して、正式に取り調べをさせてもらう。これから起こるロックな日々を楽しみにするがいい。さあ、ラジオを聴いている同胞たちよ、あたしと一緒にカウントダウンしよう。3、2、1、 Say your name。 イギリス政府の手先どもめ。 Say your name。 マヌス・ベンデッタの強盗。音楽厳禁？商船略奪？そのせいで私ら口を閉ざされ、この大海原でさまようことに。だが人々の自由に対する渇望は誰にも止められない。うわっ、なんだなんだ。背後に現れた巨大な漆黒の船が砲弾を撃ってきたようですぞ。船長、あれはマヌス・ベンデッタの紋章かと。マヌス・ベンデッタ、あの恐ろしい思想を持つテロリスト集団がどうして私を狙うんだ。もしかして例のものを狙って、それとも。わかったぞ。おい、あんたらのお仲間が来たぞ。自分がまだ捕虜だということを忘れるな。今すぐあいつらに攻撃をやめさせろ。さもなくば。船長、船が沈んでおります。捨てる覚悟をお決めください。そんな。ちょっとあんたらを解放してやるからさ、これ以上私の船を壊さないでよ。ここにあるレコードはどれもレア物なんだから、あんまり乱暴にしないよう伝えて。ねえ、奴らの仲間ではないわ。ずっと言いたかったことは。俺たちは財団の調査員。あなたの勘違いで囚われた。どうした？調印全員！レコードを守れ！レグルスの船が沈んだわ。沖に上がった。よかった、全員無事で。カースピタ、奴らがまだ追ってきてる。このままでは。
すみません、タイムキーパー。気分はいかがですか？もちろんです。少しご無礼でしたでしょうか。慌てて支援要請をすべきではありませんでしたね。術が不完全な状態であなた様をここに転送してしまって、目を覚まされたようで安心しました。実は一刻も予断を許さない状況です。報告及び支援を要請させてください。どうぞ。おととい、レグルスの情報登録をしようとしたところ、激しく抵抗された上にどさくさに紛れて仲間を捕虜として連れて行かれてしまいました。さらにまずいことに、その彼女は今度はマヌス・ヴェンデッタにも目をつけられてしまって、すぐに仲間を救い出してストームが訪れる前に任務を完了し、研究センターに戻らねばなりません。私は君たちとは違ってアルカナムの戦闘訓練を受けていない。そうでしょう、私のクラスメートさん。ですが問題ありません。あなた様が自ら戦場に立つ必要はありません。あなた様はただ指示を出してくれるだけでいいのです。アルカナムの能力もあなた様以上に里い人はいません。それにストームまで24時間を切った場合はあなた様に助けを求めてもいいと聞きました。そうですよね、タイムキーパー。派遣任務緊急時の対処法に書いてありました。ずいぶん細かく読んだようだね。安心して、敵の方位から突破するのを手伝うよ。あと50分か。急がないと。すぐに出発しよう。これを使えば一瞬で向こう岸まで移動することができます。これは？これはテレポートの術を込めた携帯式ディスクです。あなた様をここに転送するのに用いたのもこれで実はまだ試作段階で不安定なんです。レディー Z から3枚だけいただきました。ですが順調にいけば時間を大幅に節約できます。心の中で目的地の地名を唱えると同時にサインを施すとテレポートを発動できます。敵の数が多すぎるわ。これ以上は持ちこたえられない。そっちはどう？逃げ道が塞がれた。突破できるかどうか。私、ストームまでに戻れるのかしら。Oh!
船長、後ろ。見つけた。一時の方向から敵が襲来。今だ。アスコルタ、カピーレ、デガーレ、フェルドナーレ、エーデスビドセーラ。隊長だ。よかった、隊長が来てくれたぞ。隊長、敵の奇襲を予測できるなんて一体どうやったんです？私は何もしていないです。全てはタイムキーパーのおかげ。テレポートの最中に敵の行動を予測するなんて、以前よりもさらに機敏になられましたね。あなたがあのタイムキーパー？あなたが現れたということは、もうすぐストームが訪れるのですね。ええ、あと45分でね。ストームが訪れるまでに全力で君たちをサポートするよ。さあ、みんな脱出の準備を。レグルス、君も一緒に。は？ああ、助けてくれたお礼に手伝ってやってもいいぞ。ソネット、頼んだよ。突破口は私たちの後ろにあるキングスロードに通じる道だ。平和よ、どうか我らと共に。タイムキーパー、敵襲です。私たちを導いてください。アルカナムの基本ルールと戦闘方法についてもう一度説明させていただきます。スペルはすべてここに生成されます。スペルをタップし選択すると、対応するアルカナムが召喚できます。あなたは新スペルを長押しでアルカナムの詳細が確認できます。もう一度タップして、ここに私たちの行動回数が表示されています。スペルを選ぶと回数が消費され、選択が完了するとスペルが発動します。タイムキーパー、チャンスです。レイニョス・レイノイン・セーフ・エリン・ピーニト、ブーン、発射。ロブ&ピース、ロブ&ピース。スペル変化の準備が整いました。ご覧ください。スペルの上にランクが表示されています。適切なスペルをタップし、その両脇にある同じスペルを隣り合わせにすると、ライバーのようにスペルを発動するときです。タイムキーパー。一撃でしちゃうぜ！ I know the moon, and this is an alien city. ロック、ロック、ロック！やりました。無事敵の包囲を抜けられました。勇気ある決断に感謝します。タイムキーパー、ここまで来ればひとまず安全でしょう。隊長、テレポートのディスクはまだ残ってますか？すぐにでもここから離れないと。あと1枚残っているわ。レグルスも一緒に連れて帰りましょう。あ、
行くってどこに？安心してください。あなたに不利なことは絶対にしません。私たちは聖パブロフ財団の調査員です。あなたまだアルカナムの使用許可を取得していませんよね。無許可でアルカナムを使用することは公共区域安全法に反します。情報登録にご協力ください。私たちと共に研究センターに来ていただくだけでいいんです。そう、一刻も早く。それって採用されたってこと？まあいいや、一緒に行ってもいいけど、そのディスクちょっと見せてちょうだい。もちろん構いませんよ。うわ、本当に呪文を記録してインプットできるんだな。強大なアルカナムを記録できるディスクか。すっげえ、分解してみたいぜ。ここが術を発動するところか。どうやらサインするだけでいいようだな。ええ、確かあなたも工学マニアです。大変、みんなしゃがんで。待ち伏せされたわ。みんな大丈夫？気をつけて、さっきの信者じゃない。行く手を塞がれたようだ。マヌス・ベンデッタは長い間動きを見せていなかったはずです。どうして急に？ひとまず彼らを倒そう。ソネット、頼んだよ。待ちきれないぜ。タイムキーパー、もう一歩進んだ戦略が必要です。よく見て熟考し、より高ランクのスペルを作らねばなりません。さあやってみましょう。素晴らしい、あなたには才能がありますね。私は知っています。行動回数は非常に重要です。スペルの移動にも回数が消費されます。状況に応じてスペルを構築し、戦略を立てる。それがあなたの役目であり、事実最も得意とすることです。これで敵に立ち向かう準備ができました。エブリワン！プチョヘンザ！ライトオン！今に最もふさわしい使用。選んでくれました。セプテカールに属してエルモコーレ。私のバッグに触んな。いけつれしゅうぜ。スタートミーアップ。ラッラッラッ。チェンジラワールド。フォー！発射！なんとか巻いたようですね。これ以上邪魔されるわけにはいきません。早速出発しましょう。レグルス、ディスクをこちらに。私が術を発動させます。あら、レグルスは？先ほど混乱に乗じて術を発動させ、どこかへ消えました。よほど慌てていたみたい。大切なものを忘れるほどにね。こうなったら徒歩で帰還するしかない。隊長、レグルスの件は諦めましょう。このままでは時間内に戻れなくなります。
ストームが訪れた時に外にいれば調査員の資格を剥奪されてしまいます。隊長もよくお分かりでしょう。あなたたちは先に戻りなさい。二手に分かれましょう。あなたたちは財団に戻って報告を。私は隊長として最後まで諦めるわけにはいかないわ。ネグルスの情報登録ができたとしてその後どうするつもり？ストームはもうそこまで来ているのに。もちろん感謝を込めてお見送りし、登録者の今後の生活には一切関与しません。君まだストームを見たことないでしょ。私にはまだその資格はありません。今やストームの中自由に行動できるのはあなた様だけですし。レグルスが現れる場所や身辺調査は済んでいるの？はい、彼女はウエストエンドを拠点に活動しており、カーナビーストリートやキングスロード周辺を頻繁にうろついております。以前はよくキングリーコートでレコードを収集していたので、そこにいるのかもしれません。そういえばレグルスは光を変化させるアルカナムを用いるのだとか。どうかお気をつけて。わかった。ソネット、行こう。あなた様もご一緒してくれるのですか？ありがとうございます。てっきりこのままお別れするものだとばかり。うん、私にも使命があるの。ちょうどキングリーコートでね。ピクルスって何かしら？どいたどいた。トミー、あの子今日も来てないの？だったらこのバイク私がもらっちまうよ。し、少しくらいいたわってやれ。あの子の船が沈められたって今朝のラジオで言ってただろ。それってアップル号のレグルスの話？あんた誰？彼女の友達、忘れ物を届けに来たの。それは静かに。偵察員にバレたら大変だからな。あのカフェに行ってみな。会えるかは運次第だけどね。本当にありがとう、教えてくれて。真面目なやつだな。礼なんていいよ。どうしてもっていうのならこのザ・タイムズを一部買ってってくれ。ほら、トップ記事が2面ともいいニュースなんてめったにないことだぞ。一部ください。君は外の世界が好きなの？いえ、私はただ少し興味があるだけです。読み終わったら捨てますのでお気になさらないでください。ん？この声はタイムキーパー、あれを。うますぎるぜ。黒糖入りアールグレイをもう一杯くださいな。あれはきっと姿を消すアルカナムなのでしょう。
今やっと分かりました。Am Finland wechselt wenn die Bühnen Bilder。ネグルス、服従か拒絶かお答えください。あんたら財団は結局は各国の政府と連携してる機関だろ。情報登録なんかしたらこの大海賊レグルス様の居場所がバレバレになっちまうじゃねえか。なのお断りだね。平和が我らと共にありますように。平和よ、どうか我らと共に。これで私のアルカナムを破ったって？もっかい見えなくなればいいだけさ。今度はしくじらないぞ。もう誰も私に触れられないよ。ならば他の方法を使うしかありませんね。どうか私を導いてください。刃のように。先輩カーロミとコステールもこれ。私は捕まえらんないよ。耳の穴をかっぽじってさあ雲の上まで吹っ飛べ。まだ踊ってないやついる？ふう！発射！心配しないでタイムキーパー、目視ポイントが十分に溜まりました。より高みが見え、より遠くの音が聞こえます。最も強力なスペルアルティメットを召喚し、全ての偽装を見破れます。どうか私から目を離さないで、私の栄翔をアルティメットの召喚を見守っていてください。まだ見ぬ世界をこのペースで。それすごく危なそうだけど。ちゃんと加減しますから、ご安心ください。タイムキーパー、Each moment, now night. まだ本気を出していませんよ。さあ続けましょう。腕が折れた、痛い。少し様子がおかしい。顔が真っ青だ。様子を見てくるよ。これはミスティバブルだ。使い方は知っているね。は？君の助けが必要なんだ。だから逃げるのは手伝うよ。オックスフォードストリートの書店で会おう。ほら、私を押し倒して。目を閉じて。
私のミスです。ですがまだ間に合います。ミスティバブルの範囲はそれほど広くありません。きっとまだこの区域にいるはずです。ソネット、追跡を続ける気？ストームが間もなく訪れる。早く戻らないと本当に間に合わなくなるよ。少なくともこの先の店舗だけでももう一度調べさせてください。そうだね。では君はなぜここに？改良していないミスティバブルは独特な匂いを放つ。ソネットもすぐにここにたどり着いてしまうだろうね。何が目的だ？まったくついてないぜ。安心して、君を財団に連れて行くつもりはないよ。ただ別の安全な場所まで一緒に来てほしいんだ。レグルス、君には私と共にストームを乗り越えてほしい。ストーム？乗り越える？ソネットだ。タイムキーパー、何か進展は？ごめん。それはつまり私が任務失敗なんて。キーパー、ストームまであとどれくらいですか？10分だ。もう戻らねばなりません。今すぐにでも。ご協力に感謝します、タイムキーパー。オメガ、逆行してる。君にこの不可思議な現象が見えるのならば、君は間違いなく私が探していた人だ。どうして私を？やだ。さては全部幻だな。あんた私に術を使ったんだろう。だよ、例のものはもう私のところにはないのに。いい加減にして止まりなさい。ストームが訪れた。この世界をしっかり見届けて。
何これ。私は彼らとは違う。私は君を守りに来た。私、ここは…一体、何が起きたんだ。安心して。ただ、時代が一つ消えただけ。君は生き残ったんだ。君はストームを乗り越えた。つまり、私の実験は成功したということだ。ありがとう。実験ってなんだよ。それに、時代が消えたって意味がわからねえよ。落ち着いて、レグルス。説明してあげるから。ただし、別の場所でね。私と一緒に唱えて。ネヒル・ニルデ・エンヒン・オナ・ノクト。手を導いてあげるよ。スーツケースの中にか。目を閉じて。私に続いて、この道に沿ってスーツケースの奥深くまで進むんだ。暗すぎて何も見えないぞ。一体どこに連れて行く気だ。ここは最も安全なシェルター。ストームにおける箱舟とも言えるかな。追ってもここまでは来れない。ゆっくりお話しするのにもってこいの場所だよ。これは巨大な石像に SF 装置、それに壁一面の写真。改めて自己紹介させてほしい。私は君を連行に来たあの調査員たちと同じ聖パブロフ財団の者。財団は私たちが育った場所でもある。私はタイムキーパー。外の世界の時間を記録するのが役目なんだ。正確に言えば、時代の誕生と消滅を記録するものかな。ってことは、この写真は全て…うわ、こいつルイスでしょ。知ってるぞ。ええ、それは数日前に撮ったもの。あの日、彼はウエストエンドでアップライト型掃除機を売っていた。この写真もきっと宣伝になると思ったんだろうね。快く撮らせてくれたよ。なぜこいつの写真を。こいつは今彼女はシングルマザーのマリオン・スミス。週末のお昼の献立に悩んでいたけど、それでも執筆の手を止めることはなかった。夜中2時のファーストフード店で出会ったよ。南極大陸横断を連ねた内容が特に素晴らしかったな。こちらはジュリー。私を家に招待してくれたんだ。
彼女は寝室にリバウドのポスターを張り巡らしていたな。彼はその年にFIFA最優秀選手賞に選ばれたんだ。そのおかげで国民的アイドルにまでなってね。南極大陸横断リバウド、そんなの一度も聞いたことない。これらは遠い遠い未来の出来事だからね。一番遠いのだと1999年、私たちの時代に遡るものまであるんだ。私たちの時代は逆行しているんだ、レグルス。1999年末のミレニアムカウントダウンから80年代の超新星爆発、そして世界初の家庭用ビデオレコーダー誕生へと、60年代に来て君に会うまでに私はこの全てを体験している。時代が逆行なら、この写真に写ってる奴らは今はみんな消えたのか。あのストームで。おそらくそうだと思う。あれから彼らに会うことは二度となかったからね。かつて君に会うまで数々の実験をしてきた。ある日不意に私のスーツケースがストームの影響を受けないことに気づいたんだ。これは過去の痕跡を残すことができる。これらの写真が何よりの証拠だよ。そこで試しに新聞、キノコ、魔性のワパルージーをすべてこのケースに入れてみた。そして一つ前の時代で知り合った友人までも。けどダメだった。これは普通の人間には効果がなかったんだ。ただ時代を記録して、財団の望み通り何事にも情をかけさえしなければ。なら、どうして私たちは。私たちには世界の異変が見えるからではないでしょうか。ストーム直前のあの光景はこのアップルめに深い印象を与えましたぞ。多分ね。レグルス、君はいつだったか後悔していた時にラジオ放送で満月に向かって雄たけびをって叫んだことがあったね。あの時はまだ月始めで満月なんて見えるはずもなかった。本当の月は西側にあったんだ。つまりあの晩、空には二つの月があったってこと。この世界に私と同じものを見れる人がいることに驚いたよ。だからもう一度試してみることにしたんだ。これで最後だと自分に言い聞かせてね。私たちのスーツケースが誰かに見つかったみたい。魔性か、それとも通りすがりの人か。ごめん、少し離れるよ。スーツケースをもっと安全な場所に移さないと。おい、ちょっと待て。あんたがこんなことしてるって財団のボスは知ってんのか。これは私の意思だから。君がソネットに連れて行かれて、その後ストームに消されるのを黙って見ているわけにはいかない。それに私も探さなければならないから。真実をね。そうか、
ップル、そいつを援護してやりな。私はちょっと頭を整理させてもらうぜ。なんせあまりにとんでもない内容だったからな。ごきげんよう、ミズ。私めはこちらに。